この裁判は脱原発の市民団体玄界原発プルサーマルと全機をみんなで止める裁判の会が地震で重大事故が起きる可能性があるなどとして九州電力に対し玄界原発34号機の運転差し止めを国には原発の設置許可を取り消すよう求めていたものです今月12日の判決で佐賀地裁の辰野幸裁判長は玄界原発34号機の運転で 生命及び身体にかかる具体的危険性があるとは認められないとしたほか原子力規制委員会の審査や判断に看過しがたい過誤や欠落があるとは認められないなどとして原告側の訴えを全面的に退けていましたこの判決を不服として原告側は先ほど控訴しましたこの裁判をめぐっては原発の耐震設計のもとになる 周辺で想定される最大の揺れ、基準地震動の評価などが争点になっています。